モイエラマプロジェクトの石原由美です。今日はフィンランドの図書館の機能についてお話ししていきます。皆さん、そもそも図書館っていうものどんなイメージお持ちですか？日本の場合だと結構こう本を読む場所とか勉強する場所とか、なんか受験勉強の時よく行ってたなとか、あとは今大人であれば、なんか作業する場所とか、そういうイメージありますよね。でもフィンランドの図書館っていうのはやっぱりあの愛情を とても注いでる分、全然こうイメージが違うんですね。日本の図書館にはなくて、フィンランドにはあるものの、いくつかちょっと紹介していきますと、まず一つ目が景色を楽しむ席というのがあります。これね、なんかこう壁があってこう集中するというよりかは、本当にこう心を落ち着けて窓の外の景色を見ながら、こう心を穏やかにしながらこう本を読んだり、ぼーっとしたりっていう風な、そんな席がフィンランドの図書館には設けられているところがあります。で、2つ目、寝転がれるソファ、寝れるソファっていうのがあります。実際にこううとうとして寝てる人もいるかもしれないんですけれども、本当にこう寝る姿勢で本を読めるっていうところがあります。実はですね、フィンランドの小学校とか中学校を見学しに行くと、全部のが全部ではないんですが、椅子と机に向かって勉強するというスタイルではなくなってきているんですね。学ぶスタイルって寝ながら学びやすい人もいますし、本当立って歩いて勉強するのが心地いい人もいるというところで、この図書館では寝るのが一番ベストな状態の人のために置いているというふうなところで、寝っ転がれるソファーっていうのを図書館に置いてたりします。3つ目、キッズスペースがあります。これ日本でもキッズスペースあるところあるんですけれども、ベビーカーの駐車場っていうのが図書館に設けられていて、子どもたちもぜひ図書館に来てねっていう風な形で、キッズスペース、子どもが本を読むスペースだったり、本当に遊べる場所、あとは図書館によってはテレビゲームとかボードゲームがあるところもあります。なんかすごいこう勉強するだけではなく、本当心地よく過ごせるっていうところの工夫もされています。で、4つ目、最近フィンランドの図書館では大量の 3D プリンターが置いていたり、あとミシンが置いていたり、ポスターが印刷できる大きな印刷機があったり、あとは VR ですね、このバーチャルリアリティですねの、実験室なんていうのもあります。で、これなんで置いてるかっていうと、例えば本を、皆さんこう本を読んでですね、本を読んでなんかこうアイデアが浮かんできたりとか、なんかちょっとメモしたりとかっていうことありますよね。メモだけとかではなくて、その浮かんだアイデアを 3D プリンターで立体的に残していったりとか、ミシンでこうね、実際物を作ってみたりっていう、そういうふうにアウトプットできる場所っていうのがフィンランドの図書館では多く存在します。他にもたくさん機能があるんですけれども、今聞いていただくと、なんか図書館のイメージとちょっと違ってきましたよね。フィンランドでは図書館、フィンランド人のリビングルームなんていうふうに言われてますが、作業する場所、勉強する場所ではなくて居場所なのがフィンランドの図書館になります。フィンランドの図書館に行って、こう心地よく過ごして、家にいるとね、やっぱりこう家でのこうし、作業とか家でのこう家族との会話っていうのはあるんですけれども、図書館のなんかこう第三の空間に行くことで、こうリラックスできる、刺激を受けられる、そんな工夫がされています。もう私もフィンランドの図書館行きたくなってきたな、話してると、はい、っていうところで、図書館のちょっと違いっていうのを見ていただけましたでしょうか。次回はこのフィンランドの図書館、なんでこんなにフィンランド図書館って充実してるのか、そのフィンランドの人が愛してやまない、図書館について、もう少し、お話ししていきます。エラマチャンネルをもっと見たいなと思った方は、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。